この目の前にある空気から光をこう一本ずつ取り出すっていうか、そういう紡ぐような感覚でだったので線。無色透明の空気からすべての色を紡ぎ出す。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は現代美術作家石川美奈子。盛岡市に生まれ、芸術の道を志した彼女が行き着いた作品、それが光の芸術。ずっと昔は紙の作品を作っていて、それでもっと違う表現を見つけたいと思った時に、ある先輩の人から、自分ができることをよく考えなさい、あとは自分が好きなもの、好きなこととかをよく考えてみなさいって言われたのが結構頭の中にあって、それで考えていて、大学の頃やった友禅の線を引くの結構好きだった、色も好きだ、あと光も好きだと思って、それでずっと考えて、ぼーっと何時間も歩いていた時に、ああそれでまっすぐな線を引いてみよう、線をずっと引き続けてみようって思って始めました。ただひたすらに線を引き続ける。しかしその線は光、光を感じる色を作りたいと思って、それで透明色、絵の具の中でも透明度が高いものを選んでいます。黄色は2色を混ぜたりするんですけど、基本青と赤と黄色から全部200色ぐらいを作っています。乾く前の方が線太いんですね。乾くとシューって細くなるんですけど、なので線と間隔がだいたい同じぐらいになってるんじゃないかな、同じになるようにって思ってます。時には一作品2000本以上の線を引き続けるアート。黄緑が好きだったけれど、やっぱり赤も紫も好きだし、もちろんブルーも好きだし、全て好き、全てを取り出したくなるから。光の色にこだわり続ける、そんな石川美奈子のブレイク前夜。コンセプチュアルにとか概念とか思ったりもするんですけど、やっぱり自然はインスピレーションの宝庫だなって。だからやっぱり光以上に空気なんですけどね、透明だからこそ全色だから、もっといっぱいなんでしょうけど、透明になれるまで。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術作家川戸彩のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。